おはようちゃんくん。日を浴びて綺麗です。ちゃんくん、間に来る。パパとママの間に来るようになりましたね。大好きなのね、魚ね。間が好き。なんで？あ、さっきがいいの？はい、猫背なが。夜中はごめんね。昨日は夜中にポンちゃんが扉を開けて、外に行ってしまったので。その後寒いので扉を閉めたそうですが、実はポンちゃんはすかさず帰ってきましたが、釣られて出ていたジャン君は外にいたそうです。締め出されました、この人。そして外の、猫安全扉なんだっけ、危険防止用扉をガシャガシャ音を立てていたそうで、気がついて部屋に招き入れましたとさ。そんな音がするなんて、ジャン君のおばあちゃんが上がってきたのかと思ってね、夜中におかしいなって思って開けてみたのよ。しかもほら、すぐにガチャって開けないでガシャガシャって音がしてて、あれ開けにくいのかな、何かなって思って開けたの。そしたらシューってすごい勢いで入ってきてしたね。ジャン君が勢いよく入ってきたのね。で、ごめんねってお背中触ったらひんやりしてたのね。ごめん。どのくらい出てたかね。どうだったっけな。どのくらいに締めたっけな。あ、これで外は寒いよってことが分かったね。そうだね。ポンちゃんすぐに帰ってきたっていうよりも、ポンちゃんは部屋にいたのよ、確か。で、ポンちゃん寒いから閉めさせてねって言って閉めたの。だからまさかポンちゃんはだから開けて出るけどすぐ戻ってくるからね、この人。そうなの。それでジャン君は開いてると思って、そうそう、時間差でだいぶ遅くなってきてあげるから、なんかでもうさ、ポンちゃんいるから。まさかジャン君も出てるとは思わないので、ジャン君出てないことも結構いっぱいあるからさ、あ、じゃあ、もう全くジャン君が出てるっていう頭がなかったんだよね。ジャン君大抵寝てるからね。ジャン君はいつもあったかいとこで寝てるからさ。そうなのね。そうだよ。そっか、ごめんねジャン君。すごい勢いで入ってきたもんね。次からちょっと一声かけるからね。そうだね。ちゃんと見てから。で、ほら、多分大してすごい空いてるわけでは多分なかったんだよね。だからさ、つい。ねえ、ごめんね、ジャン君。ごめん。ありがとう。でももう今日朝から甘えん坊さんになってくれてるから。もうかけないよね。ねえ、じゃんくん。あ発見。ここにあった霧でできた箱が破壊されていました。落としたのかな。蹴ったんだね。あそこの上からよくあそこの上にジャンプするときにとか、あっちの上からボンって降りたりとかしてるのね。だからね、ジャンくんかポンちゃんの蹴りで。はい、仲がいい2匹ですね。ポンちゃん、ジャンくん、君たち、仕事用のデスクの上でバトルしちゃダメでしょ。ポンちゃんは一緒にそこで寝たいのね。でもジャン君はちょっと迷惑なんだね。ね、ポンちゃん、ここはちょっと狭いよ。そういえば、ジャン君、はいはい、障子に穴開けたのジャン君だね。後で可愛い髪貼ろうか。ポンちゃんどうすんの？はい。諦めました。